ございます。岐阜県です。本日は月曜日、本当だったら定休日なんですが、今日はちょっと定休日を返上してお仕事をしたいと思います。だがその前に、このしっちゃかめっちゃかになっているお部屋の掃除とブルーベリーを収穫したいと思いますそして朝ごはんを食べて家庭菜園の手入れをしたらお仕事をします。まあ午後ぐらいからかな。ちょっとこんな感じで、まずブルーベリーを蚊がいるのでね、今蚊取り線香を買います。よいしょ、あ、雲の巣があっちゃったな。では収穫します。とりあえず今から食べる分だけ収穫しました、まだ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 あります。ちょっとここに蜘蛛の巣があってね、壊すのかわいそうですねもうすぐ焼き上がります。しまっちゃん、手って舐めないでではでは、その間にブルーベリーとさくらんぼを、まださくらんぼあるんですよ正直あの量は一人じゃ食えないな、やっぱり。でブルーベリーをね、あの水洗いして、今氷の水にちょっとつけてあるんですがね、よし、冷たい方が美味しいので。うん、なんも怪しい。超飴、うん、今年もいっぱい取れたね。さていただきまちゅ。でまずちまちゃんのやつからな。はい、食え。おいちい、かわいいやつだな。じゃあ父ちゃんもいただきます。本日は月曜日の定休日ですが、ちょっと今日中に片付けなきゃなんないお仕事も一つありまして、それとは別にちょっと自分の、キャダヤクちゃんのいろんな準備をしなきゃならないので、トランクはもう終わったので、排気漏れと、フェンダースカート、ホイールキャップを外します。では、はい、外すもん外しました。うん、ないとちょっと寂しいね、やっぱり。じゃあ排気漏れ、今排気漏れを全部見まして、一番ケツのとことチェリーのとこの3箇所ですねがちょっと緩んでましたね。他は一応大丈夫そう。じゃあ、ワイパーのバキュームをつなげようかな。熱い。はい、今ガソリンを入れました。いやー、10リッターしか買えねえけど、はい、よし、いやー、クソ熱いなー。はあ、よし、絶好調。ワイパーも今つなげました。よし、久しぶりにエンジンかけたな。すごいよだね。俺、ジョコンダさんのワイパーのブレードどこ置いたっけ。あった。どっちだっけかな、確かこっちだったと思うんだけど、まあどっちでもいいんだけどね、ついてるやん。こっち確かフリーとかなんかのやつじゃなかったかな。まあここは一緒なんで、まあ、どっちでもいいか。はい、で次はこのご注文のやつを、この間作ったのと同じようにまた延長するんですが、でちょっとその前に、主婦の仕事もこなさなければならないので、ちょっと薬局に行って、虫除けスプレーとかそういうのを買いに行ってきます。では